丁寧な挨拶いたみる。私は村雨博士、神崎支配人と約束があって来たのだが。どうぞ、支配人が来るまでお待ちください。ああ、そう、師匠。師匠だけだな。え？鮮やかな黄色き墓標、その中に横たわる華やかな紅の音、私はその魅力に取りつかれているのだ。神山君、なんだかわかるかね。